おはようございます。簡単マイコン教室おっちゃん先生の土井です。月火水はマイクロビットで、今はマクイーンのソナーを使った追従制御をやっています。で、前回、ぐるぐる回りながらソナーで取った値を無線で飛ばして、デバイスコンソールで見るというのをやったんで、今日はぐるぐる回り続けるとどこがどこだかわからないので、うまく一周回るっていうところを狙いたいなと思ってます。回転する速度は25っていうのは前回分かったので、それをベースに始めていきたいと思います。じゃあちょっと画面を切り替えて、はい、となんか映ってますね。まずこっちからにしましょうか。これがマクイーンで、これがソナーです。これをぐるぐる回して、で一番近くのものに寄っていきたいというのをやっています。で、今日は障害物一つだけで、これですね、これを障害物としてこの辺りでぐるぐる回して、一回転回ったらピタッと止まるようにしたいなと思っています。はい。で、どうしましょうかということなんで、まずプログラム画面に切り替えます。はい、マイクロビットのトップページです。ここからレッツコードに入って、メイクコードエディターで、で、マクイーンの、ちょっとこの、送るプログラムもちょっと今日は、もう最初の初期値がゼロになってるんで、それをちょっとバージョンアップしたいので、これをちょっとまず複製して、これの、スピード25バージョンと。多分まずはこれぐらいを設定しておけばいいと思うので、まずこれを開いてスピード、これで止まっちゃうので、スタートした時は25と、であとは1増やすとか、このあたりは全部一緒で、これを書き込んでおきます。はい、書き込みました。ちょっと見てみましょうか。書き込んだんで、実行するともういきなり25というふうな表示で始まるようになっていて、で、25をと最初に起動したら一回送るようになっています。この状態でマクイーンを電源を入れて、これで正面に置いて、これを再起動すると25の速度で回り出しましたですね。25の速度でこう一周回って、これがなかなか新地旋回しじわじわ動いていくんですけど、これはもうこれでいいとして、でこの状態がまずはスタートですね。はい、この状態がまずはスタートで、でこれは終わって、次はプログラム、これですよね。これが昨日が04にしたんで、これ今日これもまた変えないといけないので、ちょっとこれをまず05にしておいて、これを開いて編集したいなと思います。これを開いて編集するのと、マクイーン1回止めて、マクイーンのプログラムを書き換えないといけないですね。で、ちょっとシミュレーターを閉じて、どんな風になっているかというと、これでずっと回っているんで、ずっとと回らずと、そうですよね、何か押された時に回ってほしいですよね。そんな風に変えましょうか。これもやったことないんで、ちょっとこけちゃうかもしれませんけど、ちょっと文字を送る、こっちナンバーなんで、これの切り替えができるかちょっと見てみたいですね。文字が送られてきたら、とくるくる回るというふうにしたいなと思います。で、それのループの回数を、
繰り返しとしておけば、で最後はマクイーンが止まると、両方すべてのモーターを止めると。でこれをコピーして、でこっちはいで、これももちろんいるんですよね。これももちろんいるから、これをこのまま引っ越した方が良かったのか。これをこのまま引っ越して、これを繰り返しで、これがいらないと。で止まってる時も値は送っていたいので、これはこうすると。で図、基本はずっとは止まっているというふうにしましょうか。これをマクイーンに書き込むと、送信側のプログラムも変えないといけなくなりますね。ちょっとプログラムが大きく変わるので、これもここのナンバーを V3 にしときましょう。でマクイーンのスピード25にしたやつ、これを A ボタン B ボタンでスピード変えるのは残したまま、 AB ボタン両方押した時かなんかにしますか。 AB ボタンを両方同時に押した時に、と無線で文字列を送るっていうので、回転しろということでターンの T を送ることにしましょうか。これで送ったら書き込むっていうか文字を送るので、これで送信側のプログラムまず書き換えておきます。見た目は何も変わらないですよね。でマクイーン側のプログラムも最初からもここのスピードは25にして、で最初これで無線設定して25でずっと止まっていると。で文字が AB ボタン一緒に送られたら4回じゃ少ないですよね。ちょっと50回にとりあえずしておきましょうか。50回回ると、50回も分かりにくいですよね。ちょっととりあえず20にして、20にして、秒で分かるようにしましょうか。5ミリセック、これで10秒ですね。これで10秒回るっていうふうにしておきましょうか。これで、はい、ちょっと書き込んでみ、マクイーン側のマイクロビットにこのプログラムを書き込みます。はい、書き込みました。マクイーン側は、はい、じゃあこれで準備が整ったので一回動かしてみましょう。まずはちょっとカメラをつけて、ちょっとプログラムの邪魔になってますが、マクイーンをまず置いて、電源はまだ切っています。で、この
こちら側のプログラムはデジタル、デバイスコンソールみたいので、これに切り替えてデバイスコンソールが見えるようにして、送信側のプログラムを動かします。するとデバイスコンソールは見えてこない。マクイーン側を動かすと見えるのかな。マクイーンの電源を入れました。あ、デバイスコンソール出ましたね。今24か25が出ているとな形になってますね。離したのでちゃんと計測されて送られてますね。で AB ボタンを押しました。あ、なんかカクカク動いてますね。あ、やっぱずっと動くときとカクカク動くときで動きが違うみたいですね。一回止まっちゃうのか、なんか微妙に動いてますけど、で最後止まるときに25じゃちっちゃいんですかね。じゃあちょっと30にしてみます。これで速度30になってるので、これで AB ボタンを押してみます。お、逆に動かなくなりましたか。なんか暴れるようになりましたね。実感を入れると良くないのかな。35にしてみました。なんか暴れるみたいですね。待ち時間を入れずにずっと走らす方がいいみたいなので、ちょっとプログラムを直してみましょう。待ち時間を入れるとなんか止まっちゃうっぽいので、これじゃなくて、マクイーンのソナーのこっちですね。これを入れると止まっちゃうんですかね。これを入れるとって言って、ちょっとこれ消しますね。これがちょっといたずらしてるっぽいので、これを一回消して、でマクイーン側のプログラムを修正します。とにかくくるっと回ってくれないとデータ取れないですよね。お、なんかおかしい画面になりました。あと、これを間違ってて、これをすいません、これのプログラムもと間違っているような気がしてきました。これもループの中に入れないとデータ飛んでこないですよね。こうして AB ボタンで動くっていうのが分かったので、これの切り分けはできてそうですね。数値の場合と文字の場合との切り分けはできて、はい、これでこのバージョンを書き込んで、ただこれにすると20回っていうのが短いような気がしますね。200回とかそういうオーダーにしなきゃいけないような気がします。はい、と画面を大きめの外付けカメラにして、はい、送信機側を動かしました。うん、なかなか動きませんね。うん、
動いたり動かなかったりもしますね。30ぐらいにさせてもらって、やっぱり回る回数の調整がいりそうですね。回ってはいますが、はい。はい。ということで、回りながらデータを取るっていうのは結構難しそうですね。もう一度、今日はこの辺りにしたいんですけど、もう一度ちょっとおさらいで、プログラムこれが20回で短いっていうのは分かりました。明日これの数を調整したいと思います。でもう一つの確認しておきたいのは、送信側のプログラムで今25ずっと送ってくれてますよね。これで AB ボタンを押すと回ってる間もデータを送ってくれて、なんか見つけるんですね。今ルンバを見つけていて、はい、ちゃんと測れているみたいで、時間を調整したら良さそうな気がします。はい、まずは一周回るプログラムですね。それにしなきゃいけないと思います。そろそろ今日は長くなってきたので、この調子でもう少し取ってしまうと30分状態になるので、今日はここにして、今だいたい20回回しでと45度弱、30度ぐらいですかね。12倍するとっていうぐらいの感じかもしれません。明日ちょっとぐるっと1回転して、まあ綺麗に360度無理だと思うんですけど、まあ400度ぐらい、一周回りすぎるぐらいのをスキャンをする数値を見つけて、まあ、周り1回転して、データが取れるよというふうなところを追い込んでいきたいなと思います。今日は、まあ、数値を送っている、それから文字を送っているっていうのは、ちゃんとマイクロビット側でそれを見分けて、ちゃんと別のブロックで反応してくれるっていうのも確認できました。実は今まで少し怖くてですね、数値飛ばすときは数値ばっかり、文字を飛ばすときは文字ばっかりってしてたんですけど、ちゃんと数値を送ったときは数値のブロックが動いて、文字を送ったときは文字のブロックが動くっていうのが分かりました。まあ、いろんな無線のプログラムをこれをベースに組めるんじゃないかなというふうな気もしています。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝6時にマイクロビットや JavaScript の立体表示というのを今は撮っています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。